はい、皆さんこんばんは。今日はね、テレビをですね、こうちょっと部屋を有効活用しようと思いまして、壁付け、まあ壁にね穴開けたらね、もうえらいことになりますからね。壁付けやったら、一人暮らしの方とかもつけれるんですけど、このですね、有機EL の A1 っていうね、ソニーでこう初めて出た、私、有機EL の液晶55インチを持ってるんですけど、壁付けってなるとね、実際どれぐらい、結構2、3万とかするかなと思ったら、Amazon でね、この、ヒューツっていうね、これをちょっと買ってみて、これ6000円ぐらいなんです。非常に安くてですね、これが果たして、この55インチの有機EL、当時55万してたんですけどね、これをしっかりつけて、バランスあっていい感じになるのかっていうことで、いざやってみたいと思います。フル英語マニュアルが入ってますね。日本語は一切書いてないです。私はね、すごくね、英語が堪能なのでね、余裕で読めるなっていうことで、What's in the box? ですね。で、ね、部品とかもいろいろ書いておりますけど、もうすべて日本語じゃございません。まあ、余裕のね、マニュアルでございます。ということで、まずね、これは多分台というか、中間のハードディスクとか、ハードディスク?レコーダーとか置く台ですね。やはり6000円なので、安っぽいです。100均で売ってそうな質感ですね、これ。ちょっとあんまり期待はしなかったんですけどね、あんまり良くはないですね。お、でも、この、下の台はこれいいっすよ、これ。これ、ガラスになってますよ、これ。すごいな、これ。これめちゃくちゃなんか、これだけ一気に価値上がりましたね。あ、でも中身結構少ないっすよ。これが多分、背中につけるやつですね。と、あとこれ縦の棒です。とか、あとは、これは、テレビの裏につけるね、あれですね、引っ掛けるやつ、背中に引っ掛けるやつ。あ、これ意外と結構簡単かも。あと、なんかレゴっぽいですね。いろんなものが入ってるよねっていう感じですね。結構これ、全部 ABCD っていうこういう番号書いてるので、そこ分かりやすいかもしれないですね。はい、まずですね、テレビ用の裏ですねにネジを通しなさいというね、メッセージが出てるんですけども、はい、まずね、ここの裏側のですね、ちょっとこう軸みたいなやつ支えてるやつがあって、これを外してですね、ネジ4本ぐらいでした。で、後ろに、ステーかますんですけど、ソニーに合うやつは MC をまずネジ4つつけて MH ですね。それがこの A1 にはぴったりのサイズになってるのかなというところです。で、このね、ガラス面とこの棒をですね、なんとこの2つのネジだけ止めるっていう感じなんですけど、大丈夫なのかな?めっちゃなんかグラグラしてるけど、ちょっと怪しいんですけどね。はい、一応これで完成かな。で、ここの高さはこれで上がるみたいですね。なんかこの縦のね、スライドする棒がなんかあまり固定がグラグラして大丈夫かなっていう感じなんですけど、一応上のところも簡単でしたね。で、最後このテレビをガンと乗せるって感じなんですけど、その前にこの 3M 製のゴム足をですね、この裏につけとかないとバランスが取れないはずなんですよね。今この裏のね、このね、ネジつけてるんですけど、これが説明書がすごく適当で、なんか若干こうねじるだけで止まってくるっていう、こんな雑でいいのかなって感じですけど、一応これで OK っぽいっすね。はい、これでですね、バッチリこうついたわけなんですけど、苦戦はですね、下とこっていうのは、まあ、配線とかかな。で、ここの軸のところが、ネジの締め方がね、ちょっと緩かったりとかして、最初グラグラして大丈夫かなと思ったんですけど、結構これ今、バッチリ固定されてますね。うん。これ6000円だったら多分結構ありっすよ。正直こう2万とか3万とかあるんですけど、そんないらないかな。すごく、ガラスで表面とかもね、すごいしっかりしてるし、
うん、で角度がですねこんな感じで自由に、ぜひ皆さんこれねおすすめできる一品なんで Amazon でぜひ購入してみてくださいということで、最後までご清聴ありがとうございます。という前にチャンネル登録をぜひですねしていただいて、また更新を楽しみにしておいてください。それでは最後までご清聴ありがとうございました。